服作りの観点から見て軍物ってどう見ますか？軍物に関してはすごいと思いますよ。やっぱりなんだ、さっきのイギリス軍のやつとかちょっと縫製が甘いとかあると思うんですけど、そういうのってやっぱり一般兵士向けというか大量生産でやってる部分もあると思うし、あとは有名なところで言うとポーラテックとか、それこそなんだニューバランスとかパタゴニアとか、その軍に支給してたブランドとかもあると思うんですけど、やっぱめちゃくちゃいい生地を使ってるんですよ。でなぜそれが安いのかって言った時に、すっごい量作ってるから、だから昔のミリタリーとかはやっぱり評価が高いっていう、その服好きの人がお金を出しても買いたいっていうのは、やっぱそういう生地が良かったりとか、そういう部分があったり、あとはバックボーンが強いんじゃないですかね。やっぱりこの何年代の何でどう変わってとか、前期中期後期があってとか、そういうストーリーが好きな人が、男の人は多いじゃないですか。だからっていうのもあると思うんですけど、僕はそういうの抜きにしても生地がすごいなっていうか、ブギー全般ですけどね、現代でこの生地作ろうと思ったらもう5倍くらい金かかるよみたいなのはすごい多々あります。あとは虫関連がちょっと怖いっていうのがあるけどね。あとはそのなんつうのかな、ボタンとかでその銅系の青サビとかになっちゃってるものになってて、それが生地についてるとかあると思うんだけど、逆にそれがかっこいいってね思う人、僕もそうなんだけど、なんかそういう面白みもあるのがミリタリーなんじゃないですか。僕もミリタリーオタクじゃないから、全然ねミリタリー超好きな人からしたら、お前ふざけんなよっつって、うわーみたいになるかもしれないけど、個人的な意見はそんな感じです。